次に畑野君、畑野君。日本共産党の畑野君です。まずはじめに東京オリンピック・パラリンピック大会について伺います。IOC のジョン・コーツ副会長は、五輪、東京大会の準備状況を監督する調整委員会の委員長でもありますが、組織委員会と調整委員会との3日間の合同会合の5月21日の会見で、東京に緊急事態宣言が発令されていても大会は開催するかと問われ、絶対にイエスだ、緊急事態宣言下であってもなくても十分安全で安心な大会を開催できると助言を受けていると答えました。緊急事態宣言下でもオリンピック・パラリンピックをやるというのは国民の健康、命よりもオリンピック・パラリンピックが大事だということではありませんか。日本政府も同じ考えなのか、丸川珠代オリパラ担当大臣に伺います。丸川大臣。日本政府は日本国民の安心安全が第一です。畑野君。丸川大臣もこれまでさまざまな場で地域医療に負担にならないようにしたい、医療現場に負荷をかけないことは前提だとおっしゃってこられました。こうしたこととも矛盾するこのコーツ氏の発言ですので、きちんと IOC に抗議すべきだと思いますが、いかがですか。丸川大臣。今後協議は続いていきますので、 IOC にはしっかり私どもの考えをお伝えしたいと思います。畑野君。しっかりとですね、抗議をしていただきたいと思います。政府の基本的対処方針分科会メンバーの舘田一博東邦大学医学部教授は、5月21日報道陣に対して、東京で緊急事態宣言が出されている状況で、オリンピックができるとは思わないし、やってはいけないというのがみんなのコンセンサスだと指摘されました。5月23日の NHK の番組に加藤勝信官房長官とともに出演した際も同様の発言をされています。組織委員会はこうした政府の専門家のご意見を聞いているのでしょうか。大臣。はい、丸川大臣。はい、組織委員会はですね、大会の運営のために講じる具体的なコロナ対策の助言をいただくために、東京2020大会における新型コロナウイルス対策のための専門家ラウンドテーブルというのを先月設置しました。で、この構成員の中に政府のコロナ政策分科会、またコロナ対策調整会議のメンバーが含まれています。畑野君。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長も、東京オリンピック・パラリンピックの是非について、大会期間中の地域医療への負荷を検証した上で判断すべきだと、さまざまな場で発言をされています。で、そこで伺います、大会に必要な医療従事者を1万人から7割に削ったと聞きました。で、しかし今、ワクチン接種でも、医師、看護師不足に対して、もう各地で悲鳴が上がっております、私も地元行きますとですね、本当にどうなってるんだと、どこに行ったらいいんですかと、もう毎日訴えられるわけです、コロナ対応で医療崩壊となっている地域もあります、で7000人の医療従事者であっても、それは日本の医療の負担になるんじゃないでしょうか、具体的に伺います。7000人の内訳として医師、歯科医師、看護師、理学療養士、検査技師とそれぞれ何割なのかお示しいただきたい。また医師でも専門がさまざまあるんです。で、特にこうした大会に必要な医師は救急対応ができる医師が必要だと聞いています。こうした救急対応のできる医師の数について、組織委員会として本来必要な人数はどれぐらいと見ているのか、今確保されているのはどのぐらいなのか伺います。大臣、いいですか。お手を挙げていらっしゃいます。はい、丸川大臣。恐縮です。ですね、見直し前の内訳というのは分かっておりまして、医師歯科医師がおよそ3割、看護師がおよそ4割、そして理学療法士がおよそ1割で、検査技師等が1割弱程度ということでございますが、組織委員会の中で相当見直しを行っておられてですね、数としては当初計画の3割程度を削減しましたと。
でそのうちの8割ですから 0.7×0.8 ということになります。そこを確保されているということなんですが、それがどういう分野を確保したかというのが私どもにもまだ明確にお伝えいただいておりませんで、まだ削減できる余地があるのではないかという調整をしながら、一方でスポーツ外傷ですね、整形外科分野の先生方というかスポーツドクターといわれる分野の先生方にご相談をしていると。で私どもの方からはそういう先生方でも地域医療の方から接種のお声掛けがあったとき、接種協力のお声掛けがあったときにはぜひ応じていただけないかということについてはお声掛けしていただくようにということを申し上げております。畑野紀明君。合わせて組織委員会は指定病院についてこれまで都内10カ所としていました。その後調整委員会後の会見で、橋本聖子会長は9つの病院に内諾を得たと、おっしゃっています。でうち現在コロナ患者を受け入れている病院はいくつですか。都内に設けるとしている20の指定病院についても伺います。はい、届け審議官。お答えいたします。アスリートへの外傷等を中心とする治療に当たるため大会指定病院を確保することとしており、現在都内9カ所の病院からおおむね内諾をいただいているほか、都外20カ所の病院とも組織委員会が調整を進めていると承知をしております。大会時のコロナ対応については各自治体が行っている入院調整の仕組みの中でご対応いただくことを基本として、現在組織委員会がそれぞれの自治体の意向も踏まえつつ丁寧に調整を行っているところと承知をしておりまして、コロナ対応を大会指定病院に限定せず、またアスリート専用の病床の確保も求めるものではないというふうに伺っております。政府といたしましても地域医療に支障を生じさせずに必要な医療体制を確保できるよう引き続き関係者と連携を図ってまいります。畑野紀明君。ちょっともう一つ確認なんですけど、これらの指定病院に合わせてどれぐらい病床確保を依頼しているのか、その数分かりますか。委員長。届き審議官。お答えいたします。ただいまも申し上げましたとおり、大会指定病院の確保にあたりましては組織委員会が現在都内都外それぞれ調整を行っているところでございますが、アスリート専用の病床の確保というものを求めるものではないということで、こういった数字についてはないというふうに承知をしております。畑野紀明君。尾身会長も地域医療の負荷を検証した上で判断すべきとおっしゃってるわけですね。だから今現に国内のコロナ感染の対応をしているのかどうか含めてですね、これ必要な情報なんです。だから組織委員会も政府に明らかにする責任があると思います。それでこういった基本的な情報を、明らかにしないで開催することは許されない、不安に思っている国民にも当然知らされるべき情報です。でこういうことを知らされないままですね、安心安全な大会だと言われても国民に不信が広がるのは当然だと思うんですね。私は国民に理解されないオリンピック開催がありえないと思います。でそれは競技する選手を不幸にすることにもなります。で私たち日本共産党はこの夏の大会は中止以外にないと考えますけど、早急にですね、国民的な議論をする上でもこうした情報をしっかりと開示することを求めたいと思うんです。丸川大臣どうですか。丸川大臣。組織委員会に求めてください。まだ作業しておられるということでもございますが、しっかり理解を得られるような情報というのは、組織委員会が共有してくださるようにこちらからもご相談申し上げたいと思います。畑野紀明君。ぜひですね、情報公開ってことを議論のベースですからね、どうなってるのかということですか、しっかりと示していただきたいということを求めておきます。丸川大臣、ご退席いただいて結構です。ありがとうございました。続いて、健康に関わって、児童生徒の歯科矯正に対する保険適用を求める声について政府の対応を伺います。子どもたちの健やかな成長発達にとって心身を健康に保つことは欠かせません。学校教育の中で行われている健康診断では歯科検診も実施されています。
全国保健医団体連合会の2019年の調査によれば、歯科検診で要受診となった 32.0% の子どものうち、未受診が 57.0% にも上るといいます。今日子ども医療全国ネット国会内集会で、今こそ国による子ども医療費無料制度の創設をとご要望もいただいてまいりました。で、家庭に学校から届けられた歯科健康診断結果のお知らせという通知には、要受診の欄に、虫歯、歯肉の病気、検査が必要な歯、顎関節、歯列、口語、歯石の沈着など、その他あるんですけどね、今日は歯列口語について伺いたいと思います。歯科矯正治療の医療保険適用は、先天性疾患に起因する口語異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に限られておりまして、当初は、進学口外列に限定されていたと伺いました。で、その後、保険適用の対象範囲はどのように推移してきたのか、2018年には3歯以上の永久歯放出不全も対象になっていますが、その理由は何でしょうか。厚生労働省に伺います。厚労省横膜審議官。お答えを申し上げます。医療保険制度でございますけれども、疾病や負傷の治療等に対して保険給付を行うということを目的としております。で、この中で歯科矯正治療につきましては、心理的な要素も大きいため、原則は保険適用外というふうになっております。一方で今ご指摘いただきましたとおり、進学、口外列などの先天性疾患に起因する口語異常、あるいは顎変形症などによる歯列の不正、こういったところが保険適用となっております。この保険適用となる疾患につきましては、2年ごとの診療報酬改定の際に関係学会との議論を踏まえまして、重度の口語異常を引き起こす可能性等を考慮して、その範囲の見直しを行ってきております。最近では平成20年度の診療報酬改定以降は、この2年ごとに適用の拡大を行ってきているという経緯でございます。またこれもご指摘ございましたとおり、平成30年度の改定におきましては、前歯3歯以上の永久歯放出不全に起因した口語異常、これに対する治療につきまして、適用拡大を行いました。これは関係学会からのご提案を踏まえまして、中央社会保険医療協議会で審議をいただきましたけれども、この3歯以上の永久歯放出不全、これが著しい歯列の不正、あるいは口語異常の原因となり、また咀嚼機能の障害も引き起こす可能性が高いと、こういったことを踏まえて保険適用されたものでございます。畑野喜美君。歯並びを矯正するような歯科矯正は保険適用がないということで、初診料、検査診断料、装着料、治療費、固定装置料、固定観察料など約50万円から100万円かかるというふうに伺っております。文科省の学校保健統計調査によれば、直近の2019年度と5年前の2015年度を比較すると、学校検診で歯列口語と診断された児童生徒は小学校で 4.36% から 5.04%、 中学校で 4.99% から 5.38%、 高校で 4.02% から 4.53% と増加しているんです。にもかかわらず、経済的負担の大きさから、ひとり親世帯や低所得者世帯の場合、治療を断念することが多いと伺っています。歯科矯正治療の経済的負担を軽減しようと運動されている保険適用拡大を願う会の調べでは、今年3月末日時点で、全国15道県議会、656市区町村議会で、子どもの歯科矯正への保険適用を求める意見書が採択されています。
国としても児童生徒の失脚矯正の保険適用を検討するべきではないでしょうか。厚生労働省、そして、萩生田大臣、いかがでしょうか。横幕審議官。お答えを申し上げます。学校健診におきまして、歯並びなどのことで相談が必要として、受診勧奨を児童生徒が、受けて、でこれで歯科医療機関を受診した場合がまずございますけれども、対応はさまざまだと思いますが、矯正治療に至る前にですね、まずこういった勧奨を受けて歯科医療機関を受診された場合、歯間や異常の有無を確認するための必要な診察検査等、これは保険診療として行われております。またこの一環として、例えば歯並びが悪くて磨き残しが多い部位があって、これに対する歯磨きどういうふうに行うかといった指導、こういったものも保険診療の中で行われているといったことでございます。でその上で、先ほど申し上げましたとおり、その先の歯科矯正治療につきまして、保険適用となる歯科の範囲につきましては、2年ごとの診療報酬改定の際に、関係学会との議論を踏まえて必要に応じて、適用範囲の見直しを行ってきているというところでございます。今後も国民に対して適切な歯科保険医療を提供できるよう、関係者の意見をよく聞きながら適切に取り組んでまいりたいと考えております。畑野君。ごめんなさい、萩生田大臣。歯科矯正にかかる保険適用の範囲については厚生労働省において定めているものと承知しております。委員ご指摘の子どもの歯科矯正については厚生労働省によると、特定の疾患により歯科矯正が必要な子どもに対しては健康保険が適用されるものと承知しております。他方、疾患によらず心理的な要素も含まれる歯科矯正治療に健康保険を適用するかどうかについては、今ご答弁がありましたとおり、健康保険を所管している厚労省において十分に検討されるべきものと考えております。畑野君。ぜひ検討を進めていただきたいと思います。次に教科書の適正価格について伺います。紙の教科書の定価の算定方法について文科省は、前年の定価をベースに物価指数等の変動要素を適切に反映して価格を改定しているといいます。しかし根拠とされる前年の定価自体が原価と大きく乖離したものであれば、物価指数などの要素を反映したところで原価との乖離を埋め合わせるような改定にはなりません。これ昨年も質問をいたしました。もともと原価計算は1960年頃に行われたままだと。過去10年間の引き上げ率は毎年 1% だということです。出版老齢などからは、教科書価格がそもそも安すぎるという訴えがあります。関連企業の多くは、中小零細企業でデザイナー、イラストレーター、構成者など個人の事業主も多く、教科書発行者同様生活も脅かされ、撤退や廃業などが相次いでいるということです。文科省としてこういう声を聞いていますでしょうか。文部省が文部科学省に開示されたとき、それまで教科書発行者の意見を聴取する教科書価格小委員会が廃止されたと伺っています。価格決定のプロセスに発行者の意見を反映できるような仕組みを改めて設けるべきではないでしょうか。いかがですか。塩見審議官。お答え申し上げます。教科書価格に関するご意見につきまして、労働組合などから直接にお話を伺ったことはございませんけれども、例年概算要求前の時期に一般社団法人の教科書協会から教科書価格に関する要望書を受領させていただいております。また平成13年の文部省から文部科学省への省庁再編までは、教科用図書検定審議会価格分科会におきまして定価改定につきまして協議を行っておりましたけれども、省庁再編に伴う審議会の整理統廃合の後はこの分科会は廃止されております。
その後は毎年度教科書発行者から製造原価に関する資料を文部科学省に提出いただきまして、それをもとにした増減要素に加え物価指数の変動を反映するとともに学習指導要領の改定時にはページ数の増加に伴う製造原価の上昇を加味するなどして定価の改定を行ってきたところでございます。今後とも文科省として適正な価格の改定に努めていきたいと考えております。畑野君、関係労働者や中小企業など含めてですね、聞いていただいて、もうそもそも教科書価格が安すぎて採択されても赤字になることを懸念して発行を断念せざるを得ない発行者もいるというふうに伺っております。現場の声を丁寧にすくい上げて価格決定をしていただきたいと申し上げておきます。最後に歴史教科書問題について伺います。4月27日に送付された十分慰安婦等の表現に関する質問主意書への答弁書は1993年の河野談話を継承していると述べています。河野談話は次の5つの事実を認めています。1つ、長期にかつ広範な地域にわたって慰安所が設置され数多くの慰安婦が存在したことが認められた。2つ、慰安所は当時の軍当局の要請により設営されたものであり慰安所の設置管理及び慰安婦の移送については旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。3つ、慰安婦の募集については軍の要請を受けた事業者が主に主としてこれに当たったが、その場合も還元強圧によると本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに関係等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。4つ、慰安所における生活は強制的な状況の下での痛ましいものであった。5つ、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、還元強圧によると、総じて本人たちの意思に反して行われた。とあります。内閣府に伺います。河野談話を継承するということは、これらの事実認定を継承するという理解でよろしいですか。内閣官房安中参事官。お答え申し上げます。平成5年8月4日の河野内閣官房長官談話におきましては、先ほど委員がご指摘いただいたようなことが記載されているところでございます。で、政府の基本的立場でございますけれども、この平成5年8月4日の内閣官房長官談話を全体として継承しているというものでございます。畑野君、大事な確認をさせていただきました。重大なのは今回の答弁書で従軍慰安婦という用語の使用を不適切だとして教科書を書き換えさせようとしていることです。そこで確認します。2014年の教科書検定基準では括弧5、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解または最高裁判所の判例が存在する場合にはそれらに基づいた記述がされていることとあります。大臣に伺います。政府の統一的な見解と最高裁判所の判例どちらを採用するかは教科書会社の判断に委ねられるということでよろしいですか。滝本局長。ご答えを申し上げます。慰安婦についてのその政府の統一的な見解と我が国の最高裁判所の判例が異なるようなことについては承知をしておりませんが、申請図書の記述あるいは関係する政府見解そして最高裁判所の判例の具体的な内容を踏まえる必要があるため一概にお答えすることは困難だと思っております。いずれにしましても教科書検定調査審議会において結果のない記述となるよう適切に判断がなされるべきものと考えております。畑野君。この基準の中にそれらに基づいた記述というのがあるんですが、基づいたというのはどういうことでしょうか。一言一句同じでなくても内容を踏まえていればいいということですか。秋元局長。お答えを申し上げます。
委員ご指摘のとおり、教科書検定基準の中では、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解、または最高裁判所の判例が存在する場合は、それらに基づいた記述がされていることが基準の一つとされております。これは政府の統一的見解や最高裁判所の判例を必ずしもそのまま記載することまで求めるものではありませんが、それらの内容を踏まえた、それらに基づいた記述となっているかどうか、教科書検定調査審議会において確認をしていくことになります。以上です。畑野紀明君。それでは確認ですけれども、最高裁の、判決では、いわゆる軍隊慰安婦、または軍隊慰安婦という用語をしているものがありますが、ご存知でいらっしゃいますか。滝本局長。お答え申し上げます。最高裁判所の判決において軍隊慰安婦という言葉が存在をしているかというご質ことについて承知をしているかということについてですが、すみません、私としては承知をしておりございません。畑野紀明君。そうなんですか。じゃあ内閣府分かりますか。内閣官房、安中参事官。お答え申し上げます。今のご指摘に関してございますが、私としても承知をしていないところでございます。畑野紀明君。ちょっと委員長、ここから先に議論が進まないんですが、それでああいう答弁書書いてるんですか。大丈夫ですか。ちょっと誰か答えられませんか。大臣はこの間ご答弁されたんだからお分かりなので、ご存知ですか、今の。はい、萩生田大臣。軍隊慰安婦っていうワードは存じ上げません。ああ、そうですか。畑野紀明君。いや、困りましたね。2004年11月29日のアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の最高裁の判決でそのように言われております。ですからこういう事実があるんですよね。驚きました。それでこの教科書検定基準、皆さん作ったんですけどね、文部科学省が。これで大臣の答弁もこの最高裁というのは言わずにね、政府の統一見解だけ言うんだけど、いや、この検定基準そのものは批判がいっぱいありましてね、東京弁護士会からもこれ撤回しなさいという声も出てるんですよ。でもあなたたちが作った基準の中に最高裁の判例っていうのが入ってるんですから、それ知らないでいるっていうのは本当にですね、問題ですよ。これしっかりと調査して答えてくださるように委員長お願いします。はい、調べさせていきます。理事会でも協議させていきます。それで今回の答弁書の元になっている吉田誠二氏の証言問題なんですけどね、これもとっくに決着がついていて、2014年10月21日の参議院内閣委員会で、日本共産党の山下芳樹議員が、当時の河野談話に、吉田証言は根拠にされていないということを、当時の菅官房長官に確認しているんです。大臣もご存知だと思います。こう言っています、国会で菅官房長官自身も吉田証言と河野談話の関係性については根拠にしていないということをお認めになりました、それは間違いないですねと質問して、当時の菅官房長官が、そこは認めておりますというふうにご答弁をされています。破綻済みの理屈を今さら持ち出して、従軍慰安婦という用語は軍の関与や強制性があったと誤解を招くなどと言っても、これ通用しないんです。上智子参議院議員が質問を趣旨書を出した答弁で、日本軍慰安婦に問題に関して、
慰安婦問題への日本軍関与を示す資料などを内閣府が2017年と2018年に新たに入手したことも明らかになっております。詳しく述べませんけれども、ですから私ね、委員長にも資料を出してもらうようにお願いをいたしましたけれども、やはり教科書検定基準、こういったものはやっぱり撤回すべきだと。そして今回の答弁書で言われている、単に慰安婦という用語を用いることが適切であるとした部分ですね、これを撤回するように求めたいと思います。いや、驚きました。はい、これではだめだと思います。はい、以上で質問を終わります。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。